二度の賭け。去るほどに成田五郎もいできたり、都比の次郎を真っ先かけ、そのせい七千よき、いろいろの旗差し上げ、おめき叫んで攻め戦う。大手幾多の森にも、源氏五万よきで固めたりけるが、その姓の中に、武蔵の国の住人、河原太郎、河原二郎というものあり、河原太郎、弟の二郎を用で言いけるは、大名は我と手を下ろさねども、家人の功名をもって名誉す。我らは自ら手を下ろさずはかないがたし、仇を前に置きながら、や一つだにもいずして待ちいたるが、あまりに心元のを覚ゆるに、高直はまず、城のうちへ紛れ入って、人や因と思うなり。されば、千万が一つも生きて帰らんことありがたし。和殿は残りとどまって、後の証人に立て。と言いければ、河原次郎、涙をハラハラと嘆いて、口惜しいことをものたまうものかな、ただ兄弟二人あるものが、兄を打たせて、弟が一人残りとどまったらば、幾ほどの栄華をか保つべき、ところどころで打たれんよりも、ひとところでこそ、いかにもならめ。とて、下人ども呼び寄せ、最後のありさま、妻子のもとへ言いつかわし、馬にも乗らず、ゲゲを吐き、ゆんづえをついて、幾多の森の坂もぎを登り越え、城の内へぞ行ったりける。星明かりに鎧の毛も定かならず、河原太郎第四条をあげて、武蔵の国の住人河原太郎、先一の高直、同じき次郎森直、源氏の大手、幾多の森の先人ぞや。とぞ名乗ったる。平家の方にはこれを聞いて、東国の武士ほど恐ろしかりけるものはなし、これほどの大勢の中へただ二人行ったらば、何ほどのことをか知り出すべき。よしよし、しばし愛せよ。とて、うたんというものなかりけり。これらおととい、屈強の弓の上手なれば、差し詰め引き詰め、散々にいる間。肉し、撃てや。というほどこそありけれ、西国に聞こえたる強弓性病、備中の国の住人、真鍋の四郎、真鍋の五郎とて、おとといあり。四郎は一の谷に置かれたり、五郎は
幾多の森にありけるが、これを見て、よっぴいて、ひょうふっといる。河原太郎が鎧の胸板、後ろへつっと射抜かれて、ゆんづえにすがり、すくむところを、弟の次郎、走り寄って、これを肩に引っ掛け、逆もぎを登り越えんとしけるが、真鍋が二の矢に、鎧の草摺りの外れをいさせて、同じ枕に伏しに蹴り、真鍋が下人落ちようて、河原兄弟が首を取る。これを心中納言の玄山に入れたりければ、あっぱれ、こうのものかな。これをこそ一人当然のつわものとも言うべけれ、あったら者どもを助けてみで。とぞのたまいける。その時下人ども、河原殿おととい、ただいま城のうちへ真っ先かけて打たれたまいぬるぞや。と呼ばわりければ、梶原これを聞き、死の塔の殿原の不覚でこそ、河原兄弟呼ば打たせたれ。今は時よくなりぬ。寄せよや。とて時をどっと作る。やがて続いて五万よき、一度に時よぞ作りける。足軽どもに逆もぎ取りのけさせ、梶原五百よき、おめいて書く。次男、平次景隆、あまりに先をかけんと進みければ、父の平蔵、使者を立てて、御人の姓の続かざらんに、先かけたらん者は、献上あるまじきよし、大将軍の仰せぞ。と言いければ、平時、しばし控えて。もののふの、取り伝えたる、あずさゆみ。引いては人の、返すものかは。と、申させたまえ。とて、おめいて書く。平時打たすな。続けや者ども。景隆打たすな。続けや者ども。とて、父の平蔵、兄の源田、同じ木三郎続いたり。梶原五百余騎、大勢の中へ駆け入り、散々に戦い、わずかに、五十騎ばかりに打ちなされ、さっと引いてぞ、いでたりける。いかがしたりけん、その中に、影末は見えざりけり。いかに、源田は、労働ども。と問いければ、深入りして、打たれさせたまいて候ござんめれ。と申す。梶原平蔵、これを聞き。世にあらんと思うも、子供がため。源田打たせて命生きても、何かはせん。返せや。とて、
取って返す。梶原第四条を挙げて名乗りけるは。昔八幡戸の御三年の御戦いに、出羽の国千福金沢の城を攻めさせたまいけるとき、少年十六歳で真っ先かけ、ゆんでの眼を兜の鉢付けの板に居つけられながら、塔の矢を射てその敵を射落とし、皇太に名を挙げたりし、鎌倉の権五郎景政が罰を、梶原平蔵景時、一人当然のつわものぞや、我と思わん人々は景時打って玄山に入れよや。とておめいて書く。心中納言。梶原は東国に聞こえたるつわものぞ、余すな、漏らすな、打てや。とて大勢の中に取り込めて攻めたまえば、梶原まず我が身の上をば知らずして、源太は伊豆国あるやらんとて、すまんぎの大勢の中を、縦様横様雲で十文字に、駆け割り駆け回り尋ぬるほどに、源太はのけかぶとに戦いなって、馬をもいさせ勝ち立ちになり、二条ばかりやりける騎士を後ろに当て、敵五人が中に取り込められ、労働二人層に立てて、表も振らず命も惜しまず、ここを最後と防ぎ戦う。梶原これを見つけて、いまだ打たれざりけりと急ぎ馬より飛んでおり、影時ここにあり、いかに源だ、死ぬるとも敵に後ろを見すな。とて親子して五人の敵三人うっとり、二人に手を押せ、弓矢取りはかくるも引くも折にこそよれ、いざ売れ源だ。とて懐具してぞいでたりける。梶原が二度の賭けとはこれなり。